ダートラリー面白いよと言いたいだけの生配信やっていきます。ということで、いけてますかね。はい。まあ多分、そんな今日はそんなに視聴者来ないと思いますけど、後々ちゃんと編集して出しますんで、もうどうせ実況収録するのであれば、面白すぎて実況収録したいなって思っちゃったんですけど、どうせ実況収録するのであればもう生配信にしてやろうということでね、生配信でやっていきたいと思います。で、このなんかこの3コース4コースぐらいクリアして、国際ラリーの R3 というところまで来ました。うん。ここで4つぐらいメダル取れば、じゃあ全部のところでメダルを取れば、なんか次のとこ行けるみたいな、国際ラリー R2 ってやつですかね。うん、そこに行けるよっていうやつです。はい。で、ちょっと1個ずつやってみましょう。コンテンポラリーオープンと。これは、なんだ、2ステージあってちゃう。2地点、2つの地点をやって、コースは3ステージずつあるということですね。だから6ステージやっての順位を決めるというやつです。オーストラリアのコースです。もうこのゲームはだからラリーだから、コドラーさんが言う通りに運転すれば、ゴールまでは着くんですよ、とりあえず。頑張っていきましょう。うん。あ、幸運を祈られました。コドラの言う通りにやっていけばいいと。行きましょう。スタート。3ね。右に3。右に3だからちょっと、あ、看板は壊すよね。うん。とりあえず看板は壊しておこうと思って、ちょっと邪魔だなと思って、看板は壊しておこうと思ってね。うん。ああ、そういうこと。そういうこと。コドラさんの言うこと全然聞いてなかったよね。うん、全然コドラさんのこと聞いてなかったよ。80ね。で、レフト2です。かなりきつめのカーブ。はい。これぐらいの感じですか、はい、レフト6。6ぐらいやったらね、そんなもうブレーキを踏まなくていいです。2ぐらいやったらちょっと速度を落とした方がいいなっていうぐらいの。さあ、現在11位。エンター現在11位です。速度上げていきましょう。ああ、超えるよね。思いっきり飛んでったよね。思いっきり飛びがちやね。ライト5やが、ちょっと速度落とし気味にみたいなとこですね。レフト5。オッケー。やっとね、私も慣れてきましたよ、このコース。はいはいはい、レフト6。カット禁止言われてんのにね。ここカット禁止です。まあ、僕なりに言うと、インを攻めるなよと。インを攻めすぎるなよと。そういうことですね。はい。ライト2やからこうですね。で、ああいうカーブの時はしっかりサイドブレーキを引けよと言われてますんで、そうしたいと思います。次回以降はね。うん、いや、今回はそれはちょっとルールを破るけど、次回以降はちゃんと、うん、サイドブレーキは引きましょうよと。そういう気持ちは思っ、うん、ずっと思ってます。レフト5。はい、カット禁止。カットしちゃったよね。うん、大事故だよね。うん、耐えたけどね。耐えてんのよ。なんやかんやで耐えてんのよ。あー、でも10位やな。やってもたな。カットしてもたやな。レフト4。ライト5。オッケーオッケー。ライト5やったらもうブレーキ踏まんでやろ。ライト5。あー、ちょっと待って。いや、きついな。思いっきりコース出てもうたやん。ちょっと生配信始めてから急に調子が悪なったんよ。コースリセットしようか。
Do finish って。いや、それどころじゃないですよ。コドラさん、それどころじゃないですって。まずコースに復帰できないよ。リタイアした方がいいんじゃないのこれ。大いなる事故やんけ。28位か。ちょっとまあ 6コースありますから、6コースありますからね、後で取り返しましょうよ。これあれやな、生配信でキャプチャーを押し出すとちょっとあれやな、遅延がするな。パソコンはちょっとオーバースペックなんか、これは画質を下げなあかんのか。なんか思ってるより遅いんだよね、反応が。もうちょっと上手かったんですよ、生配信する前は。はい、ターン、ターンね。サイドブレーキ、サイドブレーキ引いて。ただの事故映像やんけ、なんやねん。あかん、これはまずい、これはまずい、これはまずいぞ。大いにはみ出したもんね。あー、また30位やん。またお得意の30位になっとるで。はい、大丈夫大丈夫。3です、レフト3。はい、下げて、ちゃんと速度を下げれば曲がれますから。ヘリが邪魔です、ヘリの煙が邪魔です、ヘリの煙が邪魔で見えない。それ前が見えてなかったもん。ヘリのせい、ヘリのせい、俺のせいじゃない、それヘリのせいです。ヘリに全責任を負わせる。あ、フィニッシュ、トゥーフィニッシュって言いたいだけやろっていうね。よし、ゴール。27位か。OK、期待していたほど順位は良くなかった。次のステージは頑張ろう。ボロボロやんけ、もうビッピルくらいボロボロやんけ。 OK、現在1位。それ調子いい時は本当1位なんや。はい、100コーション。わあ、サイドブレーキ効いた。うまい。うまくはない。うまくはない。訂正だ。うまくはなかった。ただサイドブレーキうまいこと引いて、なんとか曲がりましたよ。ライト2、ライト2です。オッケー。大丈夫大丈夫。曲がれてたら大丈夫です。フラッシュさえしなければいいんですよ。オッケー、ライト1で、レフト2、レフト2です。はい、レフト2で、レフト3。 OK です、 OK。 はい、速度上げていきましょう。ここでまた直線です。直線こそはエンタの力を発揮するとこですよ、これ。危ない、やん。これがダメ、これダメ、こういうの、こういう、もう赤、もう赤、もう赤、もう死んだ、もう死んだ。動くんかい、動くんかい。これで動いとんかい。あ、横にその同じようなお友達がいたよね。お友達っつって ET みたいなこと言うとるけどね。これで何位なんでしょう。こんなボロボロの車でとりあえず来ましたけど、何位なんでしょう、これで。まだゴールまではちょっとあります。まだゴールまでちょっとある。とりあえずゴールすることが大事です。ね。家帰るまでが遠足ですみたいなことです。よーし。おー。マーシャルの位置までカーブが多いね。はい、なんとか。6位で着きましたよ、この。この状況下で6位。あー、ちょっと危ない。イントスターンスクエア、はい。四角に曲がれよと、直角カーブだぞということですね。ライトつけた方がいいんじゃないですか。あ、もう交通ルール的なことを言い出しますよ。もうライトつけた方が明るくないですかって、明るくした方がいいんじゃないですかと。前を照らそう、カット禁止。はい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 、ライト3はカット禁止です。オッケー。
オープンヘアピンきますよ。トランスミッションに問題がある音がする言われた。それを私はどうしたらいいんですかっていう。それに対して私は何をすればいいんですかと。トランスミッションに問題があって私ができることはありますかと。はい、6、4ぐらいだったら耐えれるやろ。 OK、 4ぐらい耐えれた。はい、ライト4、あ、ライト1はちょっとしんどいよ。 OK、 4で6、はい、 OK、 オープンヘアピン来るよ。カット禁止です。危ない、ちょっとカットした、若干カットしたけどね、若干ぐらいは許してくださいよと。カットラジエンターが損傷を受けてるね、うん、そんな感じはしていたよ俺も、うん、それはそうしてるんじゃないですかと。それはやっぱラジエーターやばいんじゃないですかっていう感じはしてた。レフト3カット禁止です。大丈夫、大丈夫です。ライト3、はいはい、あーちょっと揉めたな、揉めた揉めた揉めた、タイヤとその地面が揉めたな、今の揉めましたね。誰が伝わんねん、揉めたよ。ライト3、あーすごいな、アスファルトの道ですよ。初めてやな、アスファルト走んのいや普段走ってますけど、普段はアスファルトで生きてますけど、ダート4で初めてのアスファルトコース。しかもなんかこれエンジン音がすごいな、すごいエンジン音が騒ぎ出すタイプ。ライト4、はい、レフト3、 OK です。ライト4、あーちょっと膨らんだ、危ない危なかった今で1もちょっときついな、1きつかった。はい、 OK です。4カット禁止ね。おー1か、レフト1でライト4思いっきりぶつかったけど、アスファルトはアスファルトで分からんな、アスファルトはアスファルトでなんか滑らんから逆に難しいな。今までずっと滑るコースばっかやったから。オッケーオッケー、レフト5、いや5はないで、5はない、4やで、あれ4やで、今のは4よ。はい、ライト5、ライト5、ライト5が続くね。はい、ターン OK、 OK ではないけど、 OK ではないけど、まあ曲がりきったよ。4、ターンスクエア、あ、ちょっと待って、サイドブレーキのボタンを間違えてた。一生懸命 A ボタン押してたけど、サイドブレーキ B ボタンやサイドブレーキのボタンを間違えたよね。ジャンクション、すごい説明をはしょったやろ、ジャンクションとか言って、すごい大事な話よそれ。はいはい、あーサイドブレーキが間に合う、そう、曲がった後すぐ曲がんのね。それはせこいよ。1ね。あ、家に、民家にぶつかる。はい、民家にぶつかります。ライト2、はい。で、ターンスクエア、はい。サイドブレーキ引いて。はい、間に合わない。サイドブレーキ引くのが間に合ってない。ですよ、はい、曲がった曲がった。4。で、6ですね。6で2フィニッシュ。はい。あー、ちょっと、フロントバンパー飛んだ。
フロントバンパーが飛んだよ、ゴールしてから。ゴールしてからの損傷が激しいんや。いいね、終わりだ。ステージタイムが確定したぞ。あ、ちょっとカクつきはちょっと申し訳ないです。今ちょっとね、わかんない。PC ゲームの実況がようわかんない。かなり久々にやってるので。年単位レベルと久しぶりにやってるので、これちょっと、設定がわかんないですよね。PC ゲームの設定が。これ配信ソフトの設定を下げるべきなんか、ゲーム側のその画質設定を下げるべきなんかがわかんないですよ、これ。難しい、それ。PC ゲームの録画むずいな。はい、レフト5。おおっと、盛り土に当たるよね。盛り土問題があるよ。うん、ダートコースの盛り土問題がある。だいぶ下がりますね。高低差のあるコースだったんや。はい、OK。レフト3。はい、ライト3。カット禁止で、ライト2で、レフト2ね。OK。で、ライト3。はい。危ない危ない。OK です。OK、OK。いなしたよね。今のカーブの膨らみはいなしたよ。むずいなぁ。もうちょっとうまいこといけたのにな。ここら辺とか普通に1位取れてたのに。もうちょい簡単なコース行ってみましょうか。ナショナルラリー A。これぐらいやったらいけんちゃう。ああ、でも弱いにわか雨。上りのコースで弱いにわか雨。そんな中いけるんでしょうか。すげえ慎重に曲がってもうた。またオープンヘアピンか。やらすやん。オープンヘアピンシステムすごいやらすやん。うわ、すごい降ってるな雨。ミシガンは今日も雨だったやな。はい、4ね。で6。はい、 OK です。レフト6のカット禁止ね。大丈夫、カットはしない。キープインで、はい、キープインしてます。4でカット禁止ね。 OK。 あー、道が広めだね。やっぱこれぐらいのレベルやったら道が広いんやわ。さっきのレベルまで来たら道狭いんもんね。全然道の幅が違うわ。だから行けたんか。そういうことか。俺が行けた理由は道幅が広いという、ただそれだけやったよ。なるほどね。だからカットしてても落ちることもないし、1位のまま行けるんだわ。はい、いや、ゴールのそのポールにぶつかったけどね。ウォータースプラッシュきます。ウォータースプラッシュ、 OK。 わー、気持ちいい。わ、画面がすごい。画面の濡れ具合とかすごい。ライト2ね。はい、レフト4。はい、 OKOK、 OK、 んー、ちょっと危ない。今の 5？ はい、オープンヘアピン。うん、ちょっと当たってるけどね。盛り土に当たってるけど。盛り土に当たってますけど大丈夫ですよ、それは。盛り土ぐらい許しましょうよ。あ、もうゴール。早っ。よーし。
7秒差です、2位と。完璧、見事な結果だ。ああ、めっちゃ褒めるやん。褒めて伸ばすタイプやで。エンター褒めて伸ばすタイプなんよ。いいですね。総合1位です。おお、1位クリア。いいじゃないですか。ここはいいんよ。ここら辺やったらいいんよ。ここら辺になるとむずいんね。一気にコースの幅狭いん。はい。ということで、イベントのキャリアモードというのをね、ちょっとやってみました。メールボックス。あ、いろいろメールが来るわけですね。ダートチームから。はい、ということでダート4というゲームをちょっと生配信でやってみました。レベル11、経験不足になってますけどね、うん、どういうことやねんっていうまあちょっと PC 実況に関してはもうちょっとあのクオリティアップを目指して、やっていきたいと思います。ちょっと未だに設定がよく分かってませんけども、うん、もうちょっと滑らかにね配信できるように改良していきたいと思います。